皆様こんばんは。10月の8日午後6時24分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではですね、本日日曜日の配信をね、行っていきたいと思います。皆様、いかがお過ごしでございましょうか。私が住んでいる地域、九州南部の方では、今日ね、朝からもう一日中ずーっと雨でね、私、ビットマン TV 含め、子供たちもそうなんでございますけれども、もう家の中で、YouTube を見たり、ネットサーフィンをしたりというところでね、おのおのが自由な時間を過ごしていたと。で、先ほどね、ちょっと夕方5時ぐらいだったかな、近所のスーパーに買い物に行って、まあ、今日の夜食をね、買いに行って、先ほど戻ってきたところでございます。皆様よろしくお願いいたします。で、行きましょう行きましょう。まあ、私のね、近況報告なんて、どうでもいいと、お声がね、聞こえてきそうなところでございます。ここら辺で打ち切っておきましょう。よろしくお願いいたします。で、行きましょう。今皆様に見ていただいているのが、ビットゲットさんでただいま開催中でございます、KCGI のね、先物大会フェーズにね今なっているかなという形、一応ね途中報告というところで、大会が、9月の30日から10月の30日まででございます。ですから大体ね、開催されてから今約9日ぐらいかな、まあ、10日経たないぐらいでございますけれども、9日ぐらい経っております。まあ、どうなって、いるのかというところをね、みんなで一緒に確認していきましょう。私ビットマン TV も、BTB、ビットマン TV AKA クリプトマフィアという形で、チームをね作成させていただいております。でチームおメンバーの方が35名様、私をね除くと34名様ということになっているわけでございますけれども、一応ね頑張って、戦い抜いてね、いるところ。今のまあまあここ動くことはないと思います。現在のチーム数ね、これ総チーム数でございますけれども、まあ、174チームということで、まあそこまでというかかなりねまあ少ないわけでございますけれども、まあなんだかんだ言ってね、私ビットマン TV のコミュニティの方は結構ビットゲットさんをね使っている方が多いのかなという形。本当にねいつも皆様ありがとうございます。使っていただきましてありがとうございます。バイビットさんとか、あとは昨日もねご案内しましたけども、ビン X さんね、ああいったところも使ってらっしゃる方も結構いるのかなというふうに思いますけれども、いるのかなというふうに思いますけれども、まあメインとしたらビットゲットをね使ってくださっている方が多いのかなという感じで、私ビットマン TV、個人大会の方にも参加しております。個人大会の方はね、参加者のお人数様が、まあ、4525名様ということでね、まあこちらもかなりまあ人としては多いんですけれども、なかなかね、何万名というお人数を集めることができていないと、まあちょっとね盛り上がりに欠けているのかなという感じ。まあこれねチーム戦の盛り上がりに欠けているのは、まあおそらく一つだけ。何か、今回の KCGI ね、まあ先に言っておきましょう。収益率じゃないんですよ、競争が。収益額になってるんで、だからもう結局の話、お金をねたくさん持っているところとか、もうこれまでガンガン攻め入るところ、まあチームがね、いやまあ当然強いんだろうというところだから、それがありましたので、まあビットマン TV もね個人大会の方に並行して、個人大会は収益率勝負という形になっておりますから、まあそういった不公平感はねないわけでございますよ。で今どういう形になってるのか、まだ大会終了まで21日ありますけれども、はい、こういった形でございます。ビットマン TV のチームランキングが今ちょうどもね半分ぐらい、真ん中ぐらい、82位ということで、まあまだね始まって9日ですし、大会終了まで21日ありますからね、ここからまあどうなっていくことかなというところで、一応チームの損益額はチーム自体のですよ、プラスで上がっているところ、ビットマン TV は、まあ、67ドルのプラスでというところで、まあ、一応ねチーム内順位としては5位と、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。でビットマン TV ね、やっぱりこうなんて言うんでしょうかね、もうね大量の資金を用意してガンガンやっていく、まあそれもねまあいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこう負けていかない、だからこう大会だからといって何かを変えることってね、そうそうない。まあ確かにレバレッジをちょっと強めにかけていくとかっていうのはあるんでございますけれども、大会用に何万ドルっていうね入金をする、そして危険な取引をするっていうのが一応私の性分にはねやっぱこう合っていないところもあるので、そういったところも絡めていくと、やっぱりほら今回の大会もねチーム戦自体がですよ、収益額じゃなくて収益率がやっぱり良かったなーっていうにはね思っているところ、公平感があるじゃないですか。まあだからといって手を抜くわけではないです。私ビットマン TV もしっかりねポジションを取って、やっぱりこう大会だからといってねマイナスで終わることなく、やっぱりこれ取引をねするんであれば1ヶ月間の長丁場でございますから、やっぱりこうプラスでね終わっていくっていうのがまあ最低限重要な
ところかなというふうに思いますので、一応こう安全な取引入れるときにしっかりと入っていって、利益確定をするところをしっかりしていくみたいな形でね今やっておりますから、シャドートレーダーみたいな形で、チームは作っているけれども、取引全くしていませんとかね、そういったわけのわからないことをしているわけではございませんからね、ここはよろしくお願いいたします。で、一応ね個人ランキングの方が、293位、まあ個人の方でもね狙っていきたいなと。ここはほら自分がね入れていた、もうビットマン TV はもうほら皆様にもね動画の方でご案内しておりましたけれども、300テザーの準備金でこの KCGI 楽しめるというところでございましたから、まあビットマン TV 最低の300ドルで300テザーでね準備をさせていただいて、やっております。だからね、なんかこう皆様に300ドルだけでいいですよ、300テザーだけでいいですよって言ってね、自分一人だけ5万テザーとかねなんかそれでまあ確かにいいのかなと思うんでございますけれども、まあ一つみんなとね一緒にこうワイワイガイガイやりたいなと、ビットマン TV 一人だけねカリ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 しながらやっていてもそれはそれでね面白くないかなというふうに思いますので、まあそういったところも含めて本当にねこうビットマン TV のチームのコンセプトとしてみんなで本当に楽しんでいきましょうと、そこで、やっぱりこうね上位を獲得できるようにやっていきましょうよということでよろしくお願いいたします。まあそのためにはチームにねご参加している方々、まあほら私以外で34名の方がねいらっしゃいますので、その方々がね、ちょっとこうまあ協力をしてくれて、まあちょっとでもこう取引をしてくれてね損益額を少しでも増やしてくれたら、これはまたこれ嬉しい。もう本当にみんなで肩組んで頑張っている感があるじゃないですか。まあねチームによってはもう本当に一人親方みたいな感じでね、もうガン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 もう少人数の方々がかなりの金額を入れて、損益額を稼いでいるチームも多分あると思うんですけど、やっぱりビットマン TV のさっきも言ったコンセプトとしたらね、みんなで一緒にこうぐっと上まで上り詰めていこうよというのがやっぱりこうコンセプトでございますから、ここみんなで一緒に取引をしてくれたらね嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。でその流れの中で、個人大会の方もね狙っていきましょうと。一応私ビットマン TV の収益率が今 22.4% ということで、300テザースタートでしたから、まあここにも書いてますけど67ドルぐらいのね今プラスになっているというところ、一旦ね今ノーポジにしました。2万8000ドル付近だったかな、あのあたりで利益確定をしてその後ポジション取ったんですけれども、ちょっとね、雇用とか、重要指標の発表がほら、アメリカの方であったじゃないですか。あの前に、ちょっとポジションクローズしたんですよ。ですから、今、ノーポジという状況になっております。またね、タイミングを見計らって入っていこうかなと。まだまだ21日間ありますからね、チャンスは存分に残されているでしょうというところで、頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。一緒にね、ご参加をしていただいている方、一緒に頑張っていきましょうというところでよろしくお願いいたします。はい。で、一応ね、ビットゲットさん、もう前々からね、ずっと言っておりますけれども、ビットマン TV のね、推し、仮想通貨の取引所になっております。海外取引所になっておりまして、まあ、今ね見ていただいても分かるように、アプリ自体もね日本の取引所と遜色なく、もう本当に日本の方がおそらくこの技術部の方に入っている形に多分なってると思うので、もうしっかりとした日本語でね、まあ、かなり使いやすいというか、もう遜色なく使えるような状況になっております。で当然ですけれども海外のね、取引所でございまして、あちら、まあ、現物関係もそうですし、先物関係ね、まあ、FX 関係の取引扱い銘柄もねかなり豊富にね用意されておりますし、やっぱりあとはなんといっても、最高100倍のレバレッジをかけて、まあ、取引がねできるような状況になっておりますので、いろんな方々にね幅広い、トレードを提供する、ね、取引所に今なっております。ぜひともぜひともね、まだ、使ったことないよという方がいるんであれば、ご活用いただきたいなと、トレードのね、糧にしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。アカウントをね、開設する際には、この動画の説明欄、並びに、ビットマン TV の X の、一番上のね、この説明欄の方に、おすすめの取引所はビットゲットという形で、右側に、パートナー.bitget という形で、ビットマン TV 専用のね、リンクを貼らさせてもらっておりますので、こちらね、ご活用いただけたら大変ね、嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。こちらご活用いただきますと、先物手数料が永久 30% 割引という形がね適用されますので、そこも合わせてね、楽しんでいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。とにもかくにも仮想通貨取引はビットゲットでパワーお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう行きましょう。次のご案内、次は私の趣味でございます、ポイ活マン TV、ポイ活部が、10月1日から作動いたしました。今ね開始して9日ぐらい経っております。書いておりますよ、ハッシュタグで。成し遂げるものは確実にいる、ここにいます。ビットマン TV 成し遂げるもの側になっていこうかなと。モッピーさんでポイントを今集めまくっているビットマン TV、 お分かりいただけますでしょうか。開始1週間ほどで16万ポイント、一応ねここ、はい、ビットマン TV のモッピーのサイトになります。はっきりとねしっかりとポイントとして反映されているのは今4100ポイントなんですけど、ここのね判定中ポイントっていうのがあると思います。これが16万7460ポイント、今ストックされているのが16万ポイントを超えております。これはねほらポイントを反映
ポイントが反映される、日って言えばいいのかな、時期が、例えばこう、いろいろね、資料請求をした後に、例えばこう、90日後とか、60日後っていう風に設定されてるんですよ。うん。しっかりと、資料請求したかとかね、あとほら、資料請求をした後に、電話対応をしっかりしたかとか、そういった確認があると思うので、その期間も含めて、だいたいね、1ヶ月から2ヶ月ぐらい、時間がね、かかる。ポイント反映されるのに。だから、それが今溜まっているのがもう16万ポイントありますよということで、いいですか皆様。私は、とにかく、マイルを貯めてヨーロッパに行く。これがもう家族みんなでです。プラス、マイルを貯めると、マイルで行ける範囲って決まってるんでしょ？南東新以内って多分決まってると思うんで、メンタルマネージャーの分はね、一応私が手出しで。だから言ってしまうと、ヨーロッパで、マイルがね、使えるんであれば、私の家族の分は全部賄えますので、一人分の交通費だけ、まあ、いわゆるメンタルマネージャーの分だけね、出していけばいいかなというふうに思います。ただ、そっか、メンタルマネージャーも一応ね、私のこの、リンク、ご活用、活用してくれてね、モッピーを登録してくれたんですよ。で、ですから、彼は彼自身でね、モッピーポイントを貯めてマイルに交換をしていけばいいかなというふうに思ったんで、いやいや本気出せばね多分ねいけますよこれ。うん、ぶっちゃけた話、副業の一つでございましょう。で一応ねビットマン TV のリンクをご活用いただいた方が今ね現在6名の方がいらっしゃいます。メンタルマネージャーは一応今日電話したので明日明後日あたりにはしてくれるかなというふうに思いますけれども、今6名の方が書いておりますよ。開始はね本当に茨の道かなと思う。やっぱポイントがある程度目に見えて形になるまで、ただやっぱこうね、操作方法に慣れてきたり、例えば資料請求の手順がもう慣れてきてきたら、ぶっちゃけた話、バラの園にね、変化しますよ、おそらくこれは。で、金を稼ぎに来た方々が、6名の方がいらっしゃいます。見てください。さあ、地道な努力の扉を開くのです。ドーンでございます。よろしくお願いいたします。そういうことなんでございますよ。一応ね、ここ、ビットマン TV の、リンク、招待リンクをね、貼っておりますで、これをご活用いただくと、プラス2000ポイントね、追加特典が、私なんて皆様の方に、なんかこう、条件達成でプラス2000ポイント付与されますよという形になりますので、これね、ぜひともね、冗談抜きでですよ、やってみてくださいよ。本当にこれね、いいかなというふうに思う。で、一応ね、このモッピーに関して言うと、貯めたポイントあるじゃないですか。この貯めたポイント、ビットマン TV はね、マイルに変換していこうかなというふうに思うんですけども、ビットコイン、まあ、いわゆるね、仮想通貨にも交換ができますし、あとは、ここにも書いております。はい。ポイントを貯めたらね、1ポイント1円という形で、現金にも交換できます。ビットマン TV ね、楽天銀行を使ってるんですけど、楽天銀行の方に、ポイントが円でね、入金されるらしいんですよ。うん。これ、ものすごくいいかなというふうに思いますので、ぜひともぜひともね、ポイ活、まだやったことない、実際、聞いたことあると思うんですけど、なんかイメージとしたら、めんどくさいでしょ？これわかるんですよ。ビットマン TV も、まあ、めんどくせえなーと思ってたんですけど、実際、こうね、マイルを貯めていったり、ちょっと、副業でポイ活ってどうなんだろうかなって実際やってみて、やり出してみたら、意外とハマる。で、さっきも言ったみたいに資料請求とか、別に苦じゃないじゃないですか。普通に入力して、資料がね、送られてきたり、今であれば、郵送とかじゃなくて、Gmail とかね、私ビットマン TV Gmail 使ってるんですけど、Gmail の方に、例えば不動産関係の資料請求をしたら、Gmail の方に送られてくるんで、まあ、言ってしまうと無駄なね、資源が、になる可能性があるじゃないですか。やっぱ紙媒体とかだと。そういったものも、いわゆる削減できますし、かなりね、その資料請求に関しても、手間取ることはないかなというふうに思いますので、意外と昔よりも、昔はね、紙媒体で資料が送られてきたりとかしていて、ちょっとこうね、受け取りの、なんかこう、サインが行ったりとかしたところもあったのかな、そういった時期も多分あったと思うんですけど、今そういったものがね、ないような状況に多分なっていると思いますので、ぜひともぜひともね、やってみてくださいよ、本当に。うん。初めの方はね、確かに形になるのが、億劫だなと思うかもしれませんけども、まずは、ビットマン TV おすすめなのが、やっぱりこう、不動産関係であるとか、あとはあれ、例えばほら、フランチャイズ系のね、あるでしょ、フランチャイズ系。開業資金100万円以上で、みたいな形で、フランチャイズ系の、資料請求とかもありました。で、ああいうのも、資料請求したら、2000ポイントとか3000ポイント、もらえるんですよ。うん。不動産とかだったら、いいやつだと1万ポイントとか、あとはあれ、不動産関係のね、投資案件で、ほら、面談まで行ったらとか、あるでしょ？資料請求をして、条件に合う方。例えば、年収がいくらいくら以上で、まあ、例えば、こうね、ある程度、どうでございましょうか？いい会社に働いている方とか、そういった条件はあるんですけど、そういった方で、その投資用のね、不動産。うん。その担当の方と資料請求をして面談まですれば、ビットマン TV がね、見たのが6万ポイントとか5万ポイントとか、やばくないですか？わかります？面談するだけで6万ポイントですよ。円に変えたら6万円もらえるんですからね。それ、時間にしたら1時間ぐらいですよ。プラスに考えましょうよ。プラスに考えたら時給6万ね。6万。他にもね、だから、その一つの投資用不動産だけじゃなくて、それが何個もありますから。だから、いや、本当に、
投資用の不動産考えている方であればね、興味持ってちょっとこう担当の方とつなげて、まあ言ってしまうと1時間ぐらい、まあベタ喋りでいいんですよ。普段何やってるんですかとか、そういったところからね、普段の話から、まあ言ってしまうと友達になってもいいじゃないですか。だからそこでいろいろペチャ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 おしゃべりして、今自分の状況を言ってね、まあまあまあ前提として不動産投資をねする意思がまあ少なからずないといけないと思うんでございますけども、まあそういったおしゃべりをしてね、まあ本当に6万ポイントとか5万ポイントとか、まあ円で言うと6万円5万円がたった1時間ぐらいで稼げるんであれば、はっきり言いますよ、こんないいバイトねえなとマジで思ってますから、本気で思ってます。で一応ねそこをやっぱりこう加味してね、皆様にこう前々から言ってるじゃないですか、稼ぐんだったら仮想通貨だけじゃないよっていうふうに多分言ってると思うんですけども、だからそういったところも加味するならば YouTube も稼げる手段になるし、こういったそれこそポイント活動ポイ活だって今言った金額ポイントが稼げるわけですよ。6万ポイントで言ったらね、マイルに交換すると3万マイルですからね、このモッピーポイント、あのポイントが半分になってマイルになるんですよ。だから今実際ビットマン TV この判定中ポイント16万ポイントが全部承認されたら8万マイルゲット、ありがとうございます。8万マイルゲット、ヨーロッパ1人、往復ビジネス航空券、往復ですよ、ビジネスの往復が10万マイルなんで、あと2万マイル貯めれば1人分のビジネス航空券が出てきます。約10日間でほぼほぼ出てくるという奇跡のね状況に今なっておりますから、とにもかくにもねこれねマジで、仮想通貨取引はビットゲットさんで、ポイント活動はモッピーでめちゃめちゃおすすめしておりますからね、よろしくお願いします。でこんなにあのね一生懸命言っている理由があって、あの別にこれ言ってますよ、案件じゃないですか、マジで、これ本当にビットマン TV の趣味の範囲でやってるんですよ。で趣味の範囲でやっていて、ほら聞いてくださってる方もね、気になる方多分いると思うんですよ。まあ、なんだかんだ言ってポイ活なんて稼げねえだろみたいな。で、それを私ビットマン TV は言ってしまうとね、裏返してやろうと。いやいや、ポイ活で、ね、ポイ活で旅行に行くこの夢最高じゃないですか。自分の現金で手出しゼロですからね。そういった意味も含めると、稼げる手段っていっぱいあるんだよっていうのを、本当にほら、前々からビットマン TV が言っているのを実際私自身で体現しようかなって思ったんで、これみんなにね、やっぱご案内しているところなんでございますよ。で、あと一つね、言いたいのは、やっぱりこうね、あの仮想通貨もそうですけれども、話戻りますけれども、現物とかですよ、購入すると、やっぱりほらね、握力が必要とかあるじゃないですか。ね、握力ですよ。あとは、例えば、先物とかね、FX 関係のトレードであれば、やっぱり我慢が必要だと。これ前々から言ってますよね。そういった取引っていうのは、やっぱり入れるところで、しっかりと玉を積み上げていったりとか、そういったところには入っていける。だから中途半端なところで入らないとか、わかりますよね、危険なところで入らないとか、もうギャンブルになるようなところで入らない。これはやっぱりトレードをする上においては、ものすごく重要なことだと思うんですよ。これは前から言ってるようにね、皆様もご理解いただけるかなというふうに思うんでございますけれども、そうだと思いますでしょ。で、実際そういった、取引、現物の握りであるとかね、そういった FX 先物の、トレードであるとか、そういったことと、こういったね、ポイント活動ってぶっちゃけ繋がってると思いました。やり始めて。何か、とにもかくにも、稼ぐためには我慢なんですよ。わかりますかね？これが一番重要なことなんですよ。この我慢っていうのは、まあ、そういった取引とか、こういったポイ活以外でもそうでしょ？YouTube の配信ね、やってみたらどうですかっていうふうに皆様に言っておりますけれども、じゃあ、YouTube をね、配信しました。だから、我慢をしないといけないんですよ。我慢をして、とにかく配信をし続けるとか。やっぱり、人が、やっぱ嫌がることね、嫌うことだと思うんです。はっきり言いますけど。だって、でも、稼ぐっていうネタは、そういったところにあるんですよ。人が、普通の人が嫌がる。普通の人が、続けられないようなところに、稼ぐネタっていうのが落ちてるんですよ。わかりますかね？だから、こういったポイ活に関しても稼げますよと、とにかく粘り強く我慢強くやればポイントなんちゅうのは積み上がっていくわけですから、だからいいじゃないですか、100ポイントでも1000ポイントでもいいじゃないですか、実際問題それが積み上がってるんですよ、わかりますかね。だからとにかく我慢です、我慢、とにかくトレードも仮想通貨の現物もこういったポイ活も、そして自分でもし何かをねやり始めた、 YouTube をやり始めた、いろんな SNS をやり始めた、そういったところでお金をちょっと稼いでいきたいなと思うんだったら、とにかく我慢をしなさいっちゅうのはね、もう間違いない、今日のもうメインとしてとにかく押さえておいてくださいよ。で、我慢と根気強さ、そして、わかりますかね、まあ、探す重要性も必要ですけども、それをしっかりやれば、いいですか？このポイ活のモッピーの話に戻りますけど、16万ポイントですよ。10日まだ経ってないんですからね。こういった形で、やっぱり数値となって目に見えてくるんですよ。で、これをしっかり続けていけば、やっぱりビットマン TV が、ここにもね、この前ね、載せておりましたけれども、いいですか？マイルでヨーロッパのビジネスでね、家族全員で行くっていう、マイルで行くっていうのが、私の今夢になってます。現金で払うのは簡単かもしれませんよ。現金で払う、まあそれでも高いですけどね、現金で払うのはポーンとすぐ行けるっていう状況になるかもしれませんけれども、ただで行くっていうのが良くないですか、私は思うんですけども、それが今のちょっとね直近でのビットマン TV のまあなんとなく目標になってる。まあ当然ね、仮想通貨で稼ぎ上げていくっていうのも、まあ目標というかね、今それを実際こうやり続けているので、まあそこはぶらさずに、ただ
その中でもですよ、ただより安いものはないと、マイルで行く、これが今のビットマン TV のね夢になっておりますが、ぜひ皆さん一緒にマジでやってみませんか。うん、これリアルに本当に、うん、なんかこうね案件っぽくしつこく言っておりますけども、違うんです、そこそういうことじゃないんですよ。うん、誰でも稼げるんですよと、頑張れば根気強くやれば、それをみんなでだから一緒にやりませんか。だって稼ぐ観点で言えば同じじゃないですか。ポイント貯めたら円にこれ交換できるんですよ。そういった意味で副業でしょ。だから副業ってね、普通にお仕事されてらっしゃる方もそうだと思うんですけど、他でなんか稼ぐ手段ないかなーってね、インターネットとかで副業とか調べた方もね多分いっぱいいると思うんですよ。やっぱりその、一番手でおそらく出てくるのが、まあ投資もそうですけれども、ね、ただで稼げるポイント活動、ポイ活ってね、やっぱこう見たことある方もいると思うんですよ。わかりますかね。だけれどもさっき言ったやつでしょ、めんどくせえな、それを我慢するかどうかなんですよ。そこの一番一歩目、とにかく何かをやり始めるとき、これはポイ活じゃなくても全てのことに関してです。やろうかなって思うことに対して、いいですか、一番重要なのが一歩目なんですよ。その一歩目を出すのがみんなだるいから、億劫だから、わかりますかね、扉が開かれないんですよ。扉を開くためには、いいですか、扉を開くためにはそのめんどくさいと思ってる一歩目をバーンって踏み出せば二歩目は出ますから、それ何でも言ってるんですよ。 OK ですか。ですからとにもかくにもみんなでモッピーしましょう。以上です。よろしくお願いします。そういうことなんで、まあこれ最後ねちょっと冗談っぽくなりましたけれども、そういうこと、すべての物事ね、やるのがめんどくさいなと思っている方いるかもしれません。だけれども一歩を踏み出さないと何も始まらない。特に副業関係であるとか、トレード関係であるとか、投資関係であるとかね、まあそうでしょ、仮想通貨も投資の一つじゃないですか。そういったもの、とにかく一歩を踏み出す勇気があるか、そのめんどくさい一歩を踏み出す勇気があるかどうか、うん、このモッピーの登録もね、いろんな情報を入れないといけない、めんどくさいな、それがめんどくさいと思うんだったら、ぶっちゃけた話、稼げないですよ。もう本当にこれリアルに、うん、住所入れたりアカウント作成するのめんどくさいなって思うんだったら、もうぶっちゃけそういった方はね、ごめんなさい、もう稼げないと思います。副業、どんな副業であっても、だってその一歩目すら出すのがめんどくさいんだったら、これは無理でしょって話になるんですよね。 OK でございましたか。だけどもね、そこを入力してたった2、3分ですよ。たった2、3分。それを我慢してアカウントを作成して、あとは請求するだけ。うん。それで、とにかく一歩は踏み出してるわけですから、それを継続していくっていうところがね、やっぱりこう、稼げるっていう観点で言えば、重要なところなんじゃないかなというふうに思いますので、ね、ここはね、しっかりと、もしそれができてないなと思う方が、もしいるんであればですよ。いるんであれば、ちょっとね、お耳の奥にパチリと収納しておいてください。よろしくお願いいたします。で、最初冒頭でも言いましたけれども、仮想通貨の取引所ね、ビットゲットさん、本当にビットマン TV おすすめしております。だから、このビットゲットさんもそうなんですよ。かなり使いやすいですし、ビットマン TV もね、メインの取引所としてやっぱりこうずっと使い続けておりますよ。 OK でございましょうか。で、どこを作ろうかなって、まあ、当然めんどくさいんですよね、海外の取引所、例えば、めんどくさいって言ってもアカウントを作ること自体は楽なんですけど、ほらね、皆さんが嫌がるような KYC とかあるじゃないですか。で、免許証とかもしくはマイナンバーカードを写真撮影して、まあ、言ってしまうとビットゲットさんに送るとか、 OK でございましょうか。でもそれをするのとしないとでは、言ってしまうと、こういったねビットゲットさんの中で扱える商品の幅広さが全然変わってくるんですよ。だそれってその、KYC という一歩目ね、言っちゃうとそれをめんどくさがるってことは、稼げるかもしれないネタを自分で捨ててるのと言っちゃうと一緒ですから、自分でポーンと捨ててるのと一緒ですから、だからそういっためんどくさいっていうことはもう初めにやりましょうよ、初めに終わらせましょうよ、初めに一歩もうね作ったんならポーンと踏み出した方がいいっていうのはね、そういったところめんどくさがらずにね、ずっと後々引っ張ると余計だるいことになりますからね、ここはよろしくお願いします。でモッピーの話に戻りますけれども、みんなで一緒にやってみましょうということでね、よろしくお願いします。ねメンタルマネージャーもさっきも言ったように、アカウントをね、作ってくれるらしくて、モッピーに新しく、あれですよ、なんかね、みんなで、共同でポイントを貯めていきましょうみたいな、ものができてるんですよ。なんか、共同ポイント場所みたいな。だから、例えば皆さんのね、皆さん一人だけじゃなくて、皆さんの、ご家族であるとか、そういった方もね、作ってもらって、一緒にポイ活すれば、共同のね、ポイントの貯める場所で、ずーっとみんなでこう集めることができるらしいですよ。ほら、本来こういったのって一人一人が集めるじゃないですか。だけども、みんなで、なんか、何だったかな、ウィズ制度だったかな、ポイントウィズ制度、なんかみんなで一緒に貯めようねみたいなのが新しくできておりますから、そういったところを含めていくならばね、家族みんなで一緒にちょっと頑張ってポイ活しようぜっていうのこれありかも。なんかほら内職みたいなね、あるでしょ、内職、わかります、内職って、なんかこういろんなねこう工場とかに行って内職の、ね、部品をもらって家で内職するんですよ。ああいったものを家族でやっている方も多分いると思うんですよ。ねビットマン TV やってましたよ昔。私の母ちゃんが、母ちゃまがね、そのそれこそ
工場に行って登録してきてもらってくるんですよ、その内職の材料で。それを家族みんなでやってましたからね、家族みんなで。で1ヶ月でどれぐらいだったかな、3万ぐらいに確かなってたのかな。ビットマン TV がまだ若い時、妹もいましたし、全員でやってましたからね、内職で。も面白かったですよ、うん。ワイワイガヤガヤ言いながら、ほらテーブルにね、その材料を広げて、まあ僕もそうですし、妹も母ちゃまも父ちゃまもみんなね、こうテーブルに座って、テレビ消して、夜ですよ、夜テレビ消してみんなで内職してるんですよ、ぺちゃ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 喋りながら。で結局それで稼げていける。だからまあね、まあビットマン的には昔からね、稼ぐのは大好きなんですよ。でみんなでお金稼ごうぜとか、そういったものですが、それやろうって言ったのも、母ちゃまが私たちにこう相談してきて、暇ならやってみなみたいな。で、ああいいよいいよ、まだ若い時ですよ、若い時ね、いいよいいよって言って、やったんですよ。あ、お金稼げるんだったら面白いねみたいな。で母ちゃまが言っていたのは、その内職を家族みんなでやってね、例えば1ヶ月ほらね、外食も高いじゃないですか、家族で、みんなで例えば月1回でも2回でもこの内職みんなでね楽しんで食べに行けたらよくねみたいなことを言っていたんで、それに向かってね、ずーっとねやっておりました。1年ぐらいや、1年それね、ほら結局家を出ていくようなことにもなったりしたんで、結局ね期間的には1年から2年1年半ぐらいだったと思うんですけども、そこまで長くはなかったんですけど、1ヶ月にね3万ぐらいね稼げてましたよ。でもそうでしょ、稼ぐってやっぱりそういったことだって、それってね、テレビを消してほらみんなで喋、りながら楽しいですけども、でもそれをやりたくないと、テレビを見るのがいい、ネットをするのがいいってね、それってまあお金を稼げればいいですよ、それお金を稼ぐという観点だけで言えばですよ、うん。だけども、そういったところをまあみんなまあ我慢をしてっていうところもあると思うんですけども、そういったところが結局お金を生み出すっていうプロセスにねやっぱりなってるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、一つちょっとこう力をね込めてね言わさせてください、よろしくお願いいたします。はい、まあとにもかくにもね、ビットゲットさんと、そして、まあビットゲットさんはねトリッキー、まあトレード関係のね話でございますけども、モッピーに関してはね本当にポイ活、ここはマジで修行みたいな形になっておりますけどもね、楽しんでいきましょうと、みんなで一緒に、近況報告とかねしていけたらなというふうに思いますのでね、よろしくお願いいたします。で、あ、一応ね、リンユカちゃんとか、こうね登録をねしてくれるような形に今こうねなっているわけですよ。でタートさんも、モッピーね登録してくれてた、ありがとうございます、本当にありがとうございます。ここでねモッピラーになりましょうみんなで。でタートさんはそれこそ前ね連絡が来て、ビットマン TV がほらフィリピンに行くっていうふうに言ってたじゃないですか。でタートさんからね連絡が来て、自分も実はこうフィリピンにここで書いてますけど、ボラ海でのんびりしましたよとね。でマニラについて、岡田マニラ、滞在約40分間、短みたいなことでございます。ビットマン TV は滞在、6日間かな、6日間が滞在したわけでございますけども、タートさんは、40分滞在したというところで、帰りは JAL のねマイルの航空券でしたってことで、やっぱりいいよねマイルね。ビットマン TV ね、ほらフィリピンに行くとき、あ、これは言ってもいいでしょ、ね航空券代いくらぐらいかかってるかわかりません。去年は高かった、去年はね家族全員分とビットマン TV の家族全員分とメンタルマネージャーの分だけで80万かかりましたから飛行機代だけで、飛行機代だけで。でそこからうちのね、奥様の家族とかもマニラにほら全員バーンと呼んだんで、そこだけの交通費だけでも30万ぐらいかかったかな。だから去年ね交通費だけで100万ぐらいかかってるんですよ。で今年はちょっと安かった、ビットマン TV の家族分だけ、メンタルマネージャー回して家族分だけで50万ぐらいでした。で、ね、奥様の、ご家族の分、家族のね、お父さんお母さんとか、家族のお兄ちゃんとかね、もう呼んだんで、その分で15から20万ぐらいだったかな。今年は航空券代がね、かなり安く済んだんでよかった。まあ、それでもね、どれぐらいかな、60万、70万ぐらいかかったわけでございますよ。去年は、まあ、100万ぐらいね、かかってるんで、それに比べたらマシかなと。で、マイル、だからこのほら、マニラにね、行ったりもするんで、マイルが貯められたらね、それこそ無料で行けるところも最高じゃんとか思ってね、うん、やっぱりやっていこうかなというふうに思ったんですよ。まあ、本当にね、タトさんも、リンカちゃんもありがとうございますということで、ビットマン TV の300ポイントのために動いていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆様もぜひね、モッピー登録ね、してみてください。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと話がね、長くなってしまいましたけれども、副業で稼げるというところをビットマン TV がね、皆様にお見せしましょうということでね、中間報告いろいろ楽しみに、お待ちください。よろしくお願いいたします。はい、行きましょう行きましょう。話がね、かなり長くなってしまいましたけれども、重要ニュースはね、お一つだけ。それこそ、仮想通貨取引の話がね、出てきておりますよ。今、バイナンスさんがもうね、バイナンス一強時代がもしかしたら終わりをね、迎えるかもしれないなっていう匂いがプン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 しておりますよ。ジャオチャンポンさんが光を手で遮っています。よろしくお願いいたします。行きましょう。バイナンス、スポット、まあ、いわゆる現物ですよね。現物市場でのシェアがなんとなんと7ヶ月連続で今低下をしてきているというところでニュースで上がってきております。一応読んでおきましょう。バイナンスは、
メリカで進行中の規制問題の影響を受けて市場シェアをね減少させ続けていると。で、ブルームバーグは仮想通貨データプロバイダーの CC データの分析を引用して、バイナンスのスポット市場シェアが2023年9月に7ヶ月連続で下落したと報じたと。で、報道によるとバイナンスのスポット市場シェアは、8月の 38.5% から9月には 34.3% と減少、だから 4% ぐらい減少したと。で、2023年1月時点では、今年の1月ですよ、シェアは 55.2% もあったと。だから年明けは 55% ぐらいで、今9月は 34% に落ち込んでいるということで、かなり減ってますね。で、現物市場だけでなく、バイナンスはデリバティブ市場でも市場シェアをね、まあ失っていますと。で、報道によるとバイナンスのデリバティブ市場シェアは、8月、まあだからほら先物とかね、あいたものでございましょう、 FX 関係とかね、あいたものでございましょう、8月の 53.5% から9月には 51.5% へと急落で、1月時点では、取引所のデリバティブ市場におけるシェアは 62%以上にも上っていたと。だから 62% から今も 51% ぐらいになってると。で、 CC データのリサーチアナリストの方は、バイナンスが市場シェアを失った原因は、アメリカでの規制上の課題だけではないと。で、シェアですからね、これね、シェアですからね。だから、その仮想通貨業界に人がどれぐらいいるかとかではなくて、シェアの問題ですからね。だからシェアが下がってきているっていうことは、それぐらいバイナンスの力が仮想通貨取引所の中で徐々に弱まってきているってことを言ってるわけですよ。で、行きましょう、続き。はい。同氏はバイナンスが主要取引ペア向けの手数料ゼロのプロモーションを停止したこともシェアの減少の一因であると考えていると。で、バイナンスの市場シェア減少は、今年に同社が市場主要市場の一部でサービスを終了する中で発生した。まあ、日本もそうですよね。うん。グローバル版はサービスがもう停止になりました。使えないようになるのかな。11月30日が確かマックス期限だったと思います。で、9月にバイナンスはロシアから完全に撤退、すべての現地事業を新たに設立された取引所、コインEX に売却したと発表。で、コムEX ですか。で、ロシアはバイナンスにとって最大の市場の一つであり、ロシアからのアクセスはプラットフォームのトラフィックの約 7% を占めていたと。で、バイナンスは9月初めに取引手数料を変更して、ユーザーの VIP レベルに基づいた通常のテイカー手数料を再適用した。例えば、バイナンスは一般ユーザーからスポット取引とマージン取引に 0.1% のテイカー手数料をね、貸すようになったということでございますね。だから、元に戻したっていうことでございましょうかね。で、報道によると、バイナンスが失った、現物の取引量は、HTX、元ね、FOBI ですね。名前変えましたもんね。リブランディングしました。で、あとはバイビット、フィネックスなどの取引所に分散をされていると。まあ、ビットゲットもあると思いますよ。OKX、バイビット、あ、書いてますね。ビットゲットなどの競合取引所も、デリバティブ市場でのシェアをね、獲得していると報じられてると。あとね、一つは、あちら、BX さんね、昨日も言いましたけれども、BX さんも結構ね、仮想通貨取引所の中では、強い方なんじゃないかなと、特に日本の方ではね、かなり強い方なんじゃないか。BX さんも、仮想通貨もね、扱っておりますし、あとはほら、FX 関係、も扱ってます。あとほら、天然ガスとか金とか、まあ、ほら、言ってしまった FX ですから、ドル円とかね、為替関係ですよ。ああいったものも扱ってるんで、仮想通貨取引所の中ではね、かなり珍しい部類だと思う。ただ、メインは仮想通貨。だけども、ちょっとサブ的な要素として、そこもね、アプリの中には組み入れておりますから、まだね、BX さん作ってない方がね、いるんであれば、ぜひともぜひともね、アカウント作成してみてください。動画の説明欄の方にね、貼っておりますので、よろしくお願いいたします。ビットゲットさんも貼っておりますからね、もし、使って、いない方がいるんであればね、ぜひともぜひともアカウント作成してね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。まあ話は戻りますけれども、まあ言ってしまうとバイナンスのね力が弱まってきていると。で、やっぱりこう来年再来年に向けて、仮想通貨市場がねやっぱこう盛り上がってくるっていうところは、まあ、必然なのかなっていうところもある。うん、やっぱりビットコインの現物 ETF 承認の話から始まって、あとはビットコインのね半減期、やっぱりビッグイベントですよ。まあビッグイベントというかもうメガイベントですよね、今となってはね。メガイベントが控えている。で、なんで来年再来年かって言ったら、基本的にはビットコインのね半減期が終わった後の1年半ぐらいが、半減期特需って言われてるんですよ。半減期特需だから、今回の半減期2024年の4月あたりって言われてるんで、それを加味するならば2025年の再来年ですよ、2025年の9月から10月ぐらいまで、強気相場がガーッと半減期の特需として出てくるんじゃないかというふうに言われておりますからね。歴史的なサイクルを考えるとですよ。そこは期待をしたいところで、なんで来年から始まるかって言ったら、まあ当然ですけども、現物の ETF ですよね。これが来年、ね、承認されたらもう来年からバリバリっとね、年明けあたりからガーッとスタートしてくるかもしれませんから、まあ本当にもうね、あと何ヶ月後かにそういったイベントごと、もうメガイベントがね、差し迫っておりますから、とにもかくにも、まあ、
あの現物もそうなんですけど、もしねビットコインを仕込めないんだったら、1ビットコインに仕込めないんだったら、これ前から言っております、うん、先物ですね、うん、ここで先物で長期先物としてビットコイン1ビットコイン仕込んでみてもいいかも。あの落ちてくるよりも上がってくる確率の方がおそらく激高だと、まあ言ってしまったら激圧という状況でございますね。激高だとやっぱり思いますから、現物で仕込めないんだったら、例えばどうかな、まあ今ねもしね動かせるお金が1万ドル、まあ1万ドル、8000ドルね、8000ドルもしあるんであれば、8000ドル、日本円で100万円ぐらい、8000ドルあるんであれば、まあ例えばさっき言ったみたいにビットゲットさんの方で、あの先物手数料が 30% 割引ですから、そういったところを活用していくんですよ。ビットゲットさん先物手数料 30% ね、割引でございます。ビットマン TV のリンクをね、ご活用いただけたら割、あの、ご活用いただいたら割引という形になりますから、8000ドルね、あ、もし用意できるんであれば、レバレッジ3倍をかけて、1ビットコインをね、ちょっと何ヶ月間、もしくはちょっと1年単位ぐらいで保有していくような形で、仕込んでもいいかも。レバレッジを3倍かけて、1ビットコイン3倍から4倍ぐらいかな。3倍から4倍ぐらいをかけて、1ビットコインを仕込んでいく。で、原資はだから8000ドルですよ。で、もし、ビットコイン、今1ビットコイン仕込んだでしょ？仕込んだとして、例えばこれが10万ドルに上がっていったら、今からプラス7万ドル。つまり、まあね、いい方向の話ばっかりしてますけども、8000ドルが7万ドルに化けると、これやばいでしょ？こういったことになるわけですよ。だから、まあ、絶対的にプラスでね、上がるっていうわけではないと思います。100% っていうのはないと思いますけども、今から控えているそういったイベントごとを加味していくんであれば、まあ、確率としては激高かなーっていうふうに思いますからね。そういったところも考えながら、ちょっとやってみるのがいいかもなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、金融のね、大変革が起こるっていうふうにね、言っている方もいます。アーサー・ヘイズさんですね。金融の大改革、大変革がね、起こるよと。で、アーサー・ヘイズさんは、一応ね、あの、予想価格としたら、75万ドルから100万ドルだったかな。だから、1億円に到達するんじゃないかっていうふうにね、言っているお一人でございますから、これね、ほんとね、バカにできないですよ。ワンチャンあるかもしれませんからね、本当にマジで。マジですよ。これ冗談抜きで言ってるわけじゃなくて、だからそういったところも考えていくならば、今ね、仮想通貨業界で生きてる、これ聞いてる皆様って、ものすごく人生において、本当に最初で最後かも。本当に最初で最後かもしれない。それぐらいのメガビッグチャンスがね、今訪れてるんだよっていうことを、本当にマジで、来年、再来年あたりそれが現実なものになるかもしれないよっていうのは、マジで認識した方がね、いいかなというふうに思いますので、ここね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここ肝に銘じてね、行きましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュース、以上となります。で、チャートに関してはね、特に動きがなかったので、もうね、ちょっと、見たいなと思ったんですけど、金額もほぼほぼね、動いてないと、特にビットコインなんちゅうのは、ほぼほぼ動いてないということで、まあ、上に関して言うと、まあ今ね、上の引き付けましたけど、28,300。一応ね、ビットマン TV 28,400でショートを、差しの置いていたんですよね。そこ到達せずにちょっとね、上の引き付けてポーンと落とされました。で、ただ、安値切り上げでぐんぐん上がってきております。日足レベルで見ていくならば、三役好転ね、もうしているような状況かな。日足の雲の上に乗っかっているという状況ですし、三役好転ね、発生中ということで、買いシグナルがね、今まあ出ているのかなっていう形、でございましょう。で、4時間にもう一回戻していきますけれども、4時間もね、雲が支えとして入っている。下に関して言うならば、27,200ドルから、まあ、昨日も言いましたね、27,200から、26,500。この間で一応ビットマン TV ね、次逆、ショートじゃなくて、ロングの差し値を入れてる。ここまで落ちてきたらね、ロングチャンスとしてやっぱり捉えておいてもいいのかなと、もう27000ドル付近、27000ドル付近。ビットマン TV は一応27,200から、200ドル幅ずつぐらい下げて、差し値をポンポンポンと置いておりますから、そこでなんとかね、下落してきた時に刺さってくれて、反発してくれて、くれればなというふうに思います。まあ、それがある程度短期的なね、トレードの一応目線でございますからね、よろしくお願いいたします。まあ、特にもね、特に他にもね、あるんでございますけれども、通貨はね、通貨はあるんですけど、あまり動きがないということでね、ちょっとビットコインだけ、行きましたからね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バイ。